はい、何も書いてない橋のピクミンがやってきました。っていうかね、まあ見て分かる通りずっと言ってるんですけども、ポストカードも、まあ、2枚所持している状態で、橋も何も書いてない状態で、はい、バグり散らかしてる状態なんですけども、これでもね、あの幸福橋っていうあのポストカードを持ってきてくれたからね、多分幸福橋のやつだと思うんだよね、多分ね。でもまあなかなかないですよねこれね。今私のピクミンブルームがちょっと調子おかしいので、こういった面白いことがたくさん起きております。まあ、今日はバグの話じゃなくて橋のことをねちゃんとお話ししたいなと思って今日は動画撮ってます。で、私あの橋じゃないのに橋のピクミンが撮れたよっていう動画を作ってしまってたんですけども、まあそのことでしょうね。5月25日のアップデートで、まあ、橋カテゴリーの苗が見つかる場所をちょっと変えたって言ってくるんですよね。で、ちょっと見ていただきたいのが、まあ、私がねイメージしてる川ってこんな感じなんです。橋があって川があってみたいな、これでしょって、ここで取れるやつが橋だろって思ってたんですけども、実際いっぱい取れたのはこの全くね川がない水がないところの道路で取れてしまってたと。でこれはさすがにピクミンがね橋のキーホルダーの形してんのにこれはなーっていう動画だったんですよ前はね。でこれが多分修正されたんですよね。まあ私みたいななんとか環状線みたいな、ここ明らかに道路みたいなやつ、なんとか高速道路みたいなやつが取れにくくなったと、出なくなったっていうことなんですけども、電車の高架がね出たり出なかったりするんですよね。新幹線でも出たってコメントでいただいてたんですけど、もしかしたらそこも残ってるかなくなってるかみたいなね。電車ってちょっと難しいんですよね。バスの時もそうだったんですけども、あの公共のものと私鉄のものでちょっとね出方が変わったりとかしたんで、まあそういうのもあるのかもしれないね。とりあえず電車はまだ生きてるっていう方が多かったですね。で私何個かね皆さんの橋をポストカードとともにやってきてくれた時に撮ってたんですね、さっきのような感じで。で、半分ぐらい撮れてるかな。タップダッシュでしまくっちゃってたんで録画できてない部分もあるんですけども、何体かねお見せしたいと思います。でちょっと先にね、あの今ちょうど帰ってきたんですけど、このツルミックって書いてるピクミンがいるんですけども、これあの車乗ってる時に橋が見えたので押したんですよ。まあ私運転してないですよ。助手席にいる時にこれをボタンを押してね、探知機回した時に橋が出たんで押したらツルミックっていうピクミン出てきちゃったんですよ。で調べたら今までなんとか橋って書いてあったのがなんかそこの住所の橋になるっていうパターンが増えてきてるみたいで、なんかこれも微妙だよね。道路より微妙じゃない住所って。でこの子なんですけど、この子は普通のね本当に幅5メートルもないようなちっちゃい川、用水路みたいな子なんですよ。用水路みたいなところに橋がかかってるところの子だと思うんですよ、地図で見た限りね。私が地図で見た限りそういう子なんですよ。これもさっきの車乗ってる時に押した時に出た子なんで、あの実際の橋は見てないんですけど、でなぜか漢字表記と英語表記が出てる。これをねもしかしたら不具合じゃないかなって思うんですよね。そんな普段からこんな英語表記するような洒落た橋じゃないんですよ。よくある本当に東京大阪とかにある本当にあのちょろちょろって流れとる川、もう ほんとは道路にしたいけど、まあちょっと流れとる用水路みたいな本当にちょろちょろって流れとる川の橋なんで、こんなねどうした英語でっていう感じなんですよね。なんか不具合の修正からの修正がちょっとまだ微妙なので、今撮ってる橋もしかしたらまたレアかもしれないですよね。はい、どんどんレアな橋が増えてたらまた逃がすピクミンないじゃないかっていうことになるんですけど、また余談が入ってしまいました。では皆さんのピクミンを見ていきます。はい、これが首都高速湾岸線。これ持ってる方結構いますよね。まあ、首都高速湾岸線はそこそこ長いので、あそこで探知機回した方は結構持ってると。で、これが、これも走って、あ、これは走って書いてるから本物ですね。正しい橋ですね。こちらも見えにくいんですけども、走って書いてるので、本物の橋を持ってらっしゃいますね。で皆さんちゃんとね、橋とか大橋とか書いてる、かっちょええやつを持ってるっていうね。
これね、ピクミンこう持ってくるときに、山のときにも言ったんですけど、顔が見えてるときと見えてないときがあるんですよね。これも両方とも走って書いてるので、皆さんちゃんと走でゲットしてきてて羨ましいなと思いました。あ、今パタンってなりましたね。これ分かんないんですよね、このなんでこうパタンってなるんだろうね。桂大橋、あ、ちびまる子ちゃんが気になっちゃって、ちびまる子ちゃんランド行ったの、羨ましい。で、こちらは橋、あ、一つは線ですね、多分ね。これ、ひじり橋ですか？そう、合ってる、ちはこさん。ちょっと、あ、見えない。みんなちょっと見えないね。こっちは高速道路っぽい。電車だ、電車。電車、これが残ってるかどうかですよね。こちらもね、いずれなくなるかもしれないから、レアになるパターンかもしれない。いや、でも、日付入るからね、これね、ちゃんと行った時の橋がいい。私のなんか、なんとか市とか、なんとか空の橋は、ちょっとやだな。昔の道端みたいですよね、本当にね。マジで今、ちびまる子ちゃんって、ちょっと待って、ちょっと後でまたじっくり見ます。ちびまる子ちゃんの何かでしたよね。はい、ということで、今日はこんな感じで動画を終わりたいと思います。もう、多分ね、今日アップデート入るからね。アップデート入るのかな？更新されるから、ちょっと変わってるといいなって思いますね。ちょっと不安なんですよね。いろいろと。暑いし。もう今、スマホめっちゃ暑いです。撮影してると暑くなるんで、もう撮れないんですよ。で、他のゲームも熱くなってくるので怖いです。はい、新しいイベント頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。